アロハこんにちは、 DJ ソワライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。やってきましたドリームセレクション装備召喚、今回もドリセレ回していきたいと思います。開催期間なんですが2023年1月28日土曜日15時から2023年2月11日土曜日14時59分までとなっております。今回セレクションされているものは D 角ですね、デュアル覚醒奥義、こちらは1回限定で1回おまけになっております。狙いたい方は注意してください。新奥義、こちら期間中2回限定で実行できて、実行1回につきおまけ1個となっております。リミットブレイクオーバーフロー、こちらも期間中2回限定で実行できて1回につき1個おまけとなっております。でシンクロ奥義、こちらも2回限定で実行できて実行1回につきおまけ1個獲得となっています。で覚醒奥義、こちらも覚醒、期間中2回限定で実行でき実行1回につきおまけ1個となっております。でこちらなんですが、戦技リミットブレイク戦技、期間中2回限定実行でき実行1回につきおまけ2個獲得できます。1回で2個おまけ、それが2回できますのでかなりお得となっております。健康戦技や弱体のリミットブレイク戦技とかねあるので、この辺かなりゲージため戦技、健康戦技、弱体系、この辺を一気に回収できるチャンスになるので、こちら意外とお得かなと思っております。でこちらもレジェンドマテリア、期間中2回限定で実行できて実行1回につきおまけ2個、これもかなりお得になってますね。2回ゲ回せて1回につき2個おまけ、4つゲットできるという感じになります。はい、そんな感じでドリームセレクション本日初日となっておりますが、前回は僕 D 角回してなかったんですが、今回は D 角回していこうと思います。はい、まあ、初日なのでね、景気よく回していこうかなと思います。来ました、本日から開催のドリームセレクション、まずはデュアル覚醒回していきたいと思います。こちらは1回限定でおまけが1個となっております。それでは早速回していきましょう。 D 角、この闇ガチャでいいものを引きたい、そんな感じでいきたいんですが、さあ闇ガチャロマンを感じながら、ここもワンチャンありますからね。ドリセレ、最近ドリセレの闇ガチャはいいものが出る、そんな感じがします。ドクターモグよろしくお願いします。ちょっとそれは違ったみたいでした。スキップ斧、さあ貴重な星5、未所持だったら最高、ステータスアップ付きなのでぜひスタメン強化できたらいいなと思います。はい、ポロムさんの戦技、そしてこちらは誰でしょうか、ゴルベーザさんのマテリアですね。はい、どちらもかぶりとなってました。まあレンズ確保できたと思えばいいでしょう。まあ本命は D 角になっているので、おまけの方の回収は他のドリセレのガチャもまだまだ回すので、最後にまとめておまけ回収とプラス合わせてガチャ動画合わせた動画を最後にアップしたいと思っております。本日は初日ドリームセレクション D 角デュアル覚醒奥義回してみました。皆さんもぜひとも闇ガチャのロマンとお目当ての D 角を確実にゲットできるこのドリセレチャレンジしてみてはいかがでしょうか。 DJ ソワライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパー、コンスタントに YouTube ライブ、そして投稿型動画公開してますので、遊びに来てくれたら嬉しいです。チャンネル登録、高評価、コメントいただけたらすごい嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。サンキューマハロー。